対うーんなんかあのー、昨日のね鈴木投手とか今日最後、ね、出てきた、あのー、の上とかねなんか少しのチャンスでこの消化試合がこの自分のね、えー、立ち位置をこの確立してやろうっていう気迫のある選手たちの、まあ、スイングとかそういうのと。 そうじゃない選手まあシーズン戦ってでなんかちょっと気が抜けちゃったようなところっていうのはいかんせんなんかあるような気がしちゃいますよねまあしょうがないんだろうなとは思うんですけどねまあやっぱりもう勝敗も決まってしまって本当に純粋にあのー、成績を上げるためだけのえー、まああの怪我とかしないようにとかなんか球際のなんか 追,いつく追いなんかそういう気迫みたいのがやっぱどうしてもねないんでしょうねうーんまあ本当に大島選手ね行ってほしかったんだけどないい当たりとかねしてるんですけどねなか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 でございますが、えー、明日はね、えー、もう4の4とか打っちゃってください岡林も頑張ってくださいね応援してますで明日はねあのー ロドリゲスとかマルチネスが出るようなあの展開に持っていけるといいですね。頑張ってください。